阪神競馬、11レース、チャレンジカップ、2000です。能力偏差値ですが、A ランク1等、B ランク1等、C ランク3等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。5枠6番、ガイアフォースです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では、前層、3層前。 4層前に黄色線を上回っています。特に前層は黄色線を10に、4層前は黄色線を1 2上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2 0 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前はオレンジ色の着順が5着で、 紫の丸が2000、4走前はオレンジ色の着順が2着で、紫の丸が1600、2000は守備範囲です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが1頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。 客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は2番手からの競馬です4走前は8番手からの競馬です先行も差しも良い自在タイプです展開分析シートを見ていきます先行力は92でトップです上がり指数は66で7位です まずまずの先行力で、前目につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。6枠8番、エピファニーです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が2000、2000は敵距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は6番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は69で5位です。上がり指数は69で3位です。まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。 展開面は若干のプラス評価していいです馬体重を見ていきます馬体重は黒色の折れ線金層は馬体重が減少すると指数を上げています明日も馬体が絞られていればプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています5枠7番アドマイヤビルゴです能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では 前走に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が2000 2000は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は4番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです 展開分析シートに切り替えます。先行力は66で9位です。上がり指数は59で12位です。上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠11番、エヒトです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。 前走、3走前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が2線、3走前は紫の丸が2線、2線は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は8番手からの競馬です。 三走前は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は63で10位です。上がり指数は67で5位です。先行力は評価できません。前目につけられないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定二0丸を打った6番の対戦成績は、 8番に対し1勝0敗11番に対し2勝1敗と勝ち越しています6番の対戦成績は高評価できます暫定丸を打った8番の対戦成績は6番に対し0勝1敗11番に対し0勝1敗と負け越しています8番の対戦成績にはリスクがあります暫定黒三角を打った7番の対戦成績は8番に対し 0勝1敗と負け越していまますす番の対戦成績にはリスクがあります暫定白三角を打った11番の対戦成績は8番に対し1勝0敗と勝ち越しています。11番の対戦成績は高評価できます。暫定罰を打った4番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命 6番ガイアフォースです。能力偏差値はトップの A ランクです。展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは8番エピファニーです。能力偏差値は2位の B ランクです。対戦成績にリスクはあります。距離と展開とレース間隔を高評価しました。黒三角を打ったのは11番エヒトです。能力偏差値は 4位の C ランクです。展開にリスクはあります。距離と対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは、7番、アドマイヤビルゴです。能力偏差値は、3位の C ランクです。展開と対戦成績にリスクはあります。距離を高評価しました。×を打ったのは、4番、ボッケリーにです。能力偏差値は、5位の C ランクです。距離にリスクはあります。 以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。